も赤星せよ赤星マシマシ TV お願いします。麺屋正気さんというところです。あ、目黒区目黒、これがね何を意味するかということなんですけども、こちらはですね、とありますが、はい、目黒駅です。はい、ね、徒歩3分のところですね。すべてね、あのこちらですね、2021年、まあ、今年の2月に、オープンしたお店、濃厚煮干し系のお店だったんですよ、最初は。ところがですね、6月からいきなり GK ラーメン、なるほど、あと台湾混ぜそばという突然変異型ですね。そうです、いきなり始まったんですね、ということで見ていきますと、まあ、ラーメンと、まあ、台湾混ぜそばですね、それからライス、トッピング類、ドリンク類など、まあ、台湾混ぜそばなんでライスをね、買って後で食べてもいいみたいな食べ方もできる、工夫がされてます。でもちろん僕はラーメン側を、大を選択して、ジロラーメンって書いてますね。そうですね、ジロラーメン、はい、あ、ジロラーメンです、ジロラーメンですね、ジクチかもしれない、ジロです、あ、ジクチ、ジロ、まあ、あんまジロジロみたいな、着弾これっせー、おいしょ、大ラーメン全部マシマシの、うずらを入れてます。あら、私これ入れるのレアですよ、私が入れるのはレアですよ、レアです、はい、で、まあこんなね、コールもネギでなるほどビシッと決められるということでね、あのだからまあ千葉からでも、ね、あの言えますけど、はい、こちらでも入れられますので、ね、ですと、あと豚ですが、巻き豚、これやっぱりデコ2枚入ってますね、もう見た目がいいですよ ね、バランスがいい感じになってます、で、なんと4人掛けのテーブル席2つもあるんで、まあ、仲間で行ったりですね、まあ、目黒の、あのご家族の方、目黒のご家族か、目黒のご家族でね、いらっしゃるかいると思いますけども、多分行ってみてください、まあ、いるか、それはいるわ、タワマンかもしれないですけども、豚ちゃん、かなりのホロホロ豚なんですね、これあのまずスープ行く前にですね、ちょっとこうグビグビっと飲みながら、赤身とスープをお口の中で誘拐させて食べてるんですね。で、二郎系なる前こういう豚じゃなかった、まあまあ濃厚煮干しですもんね、そう、めちゃくちゃ研究されたんじゃないかなという片鱗が見えました。へい、さあそして油なんですが、これがね、なんともうニンニク、ニンニクかなんか、ね、塩ニンニクみたいな風味がある味付け油なんですね、これ新しいよ、ニンニクが乗っかってたとかでもなく、あ、違う、油自体がそうなんです、はい、あの味付け油の醤油ではない味ということで、結構これ推したいですね、で、塩ニンニク、野菜、油、序盤の食事がとっても美味しかったです、ね、燃料は細かく分かれてまして、150、200、300、400ということでね、まあどうしてもね、目黒二郎と比べちゃいますけども、はい、こちらはストレートに近い、もちもち度が高い麺なんですね、とってもあのスッとこうなるほど、すすりやすい、あ、綺麗ですね、非常に綺麗ですね、こっちはズズズズズズンって書いてますね、はい、ズズズズズズンの時もあります、ダコンでした、あの固めとかも多分コールができる、固めコールするとややごわつきが増えるショートです、ね、ババババババンかな、ババ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 ンと焼きそばになってましたから、確か、はい、開けてみようか、僕は、スープいってますが、はい、あ、乳化系なんですね、マイルドタイプで、あの醤油感よりも旨味がこう効くようなスープ、でマイルドスープはですね、やっぱストレート極太麺超合うんだよね、なるほど、あのすっきりしたスープから、あのスススススッとあの麺が入るんで、なるほど、もう全部スーッと入ってます、うん、はい、あ、プチッとうずら、はい、ね、プチッとうずら入っています、いいですね、味玉も、まあ、ある店は多いけど、うずら置いてる店って実はそんなにないんで、まあ確かにね、だからあのここはちょっと置いてあってなったら、売り切れてなかったらぜひとも頼んでみてください、それだけね、レアですからね、レアです、へい、さあ、リンクね、粒は平均マシマシ度ですが、やっぱね、あの油ニンニクの風味が効いてたんで、ニンニク自体はダブルで入っちゃってるんで、ああもうそうか、油にもね、そう、だこれぐらいでいいかなと、でやっぱマイルド系に対するニンニク油、これを入れない場合ですよ、そうすると、結構こう食べやすいラーメンになると思います、なるほどね、そうガツンという感じでもなく、そうそう、なんか初の方でもすごくおすすめかなという、なるほど、しょっぱレベルがですね、久々の3未満ということで、まあ肉 2.9 ということなんですね、めっちゃかけてますからね、返しもマイルド系ということなんですが、まあ、醤油の可能性もなくもないのかな、どっちかなということですけども、はい、3未満になるとね、直接飲んじゃいそうなんで、もうやめてくれ、マジで、味見まではしてますけど、もうびっくり人間だよ、それは
醤油飲み、返し飲みか、ね、戦争の時よくそれやって免れたって言いますけど、はい、死んじゃった人いるらしいですけどね。いや本当ですよ、ばあちゃん情報によると、ペッパーも、ね、返しある、黒胡椒もある、ね、バーが安定した卓上のラインナップいいですね、普通に、シンプルにあるっていうだけですね。はい、台湾まぜそばあるんで、黒胡椒置いてあるっていうのは、まあ、結構必須なもんね。まあ確かにそうですね、まあ、混ぜる系には絶対胡椒入れたいですからね、入れたいですから。ああそして、あら、ね、あうおしゃれな1個だけね食べますね、100% で食べますけども、ティーポットのようなね。あそうそう、お酢のそすら0個に対しても100%。じゃあ0個って言わなくていいんですよ別に酢がうめえもんで酢がはい、というわけでネギもちょっと見てますけど、シャキシャキ美味しかったです、さあマシマシレベル安定の88.05、まあ、台にしても、そんなに多くはないかな、あーそして今回は舌出し猫がいいタイミング取りましたねこれ本当に2匹の奇跡の瞬間が、しかもどっちの写真にもどっちも実はいます。やっぱり麺屋正気さんね、はい、これまで目黒駅って、あんだけ、ね、ラーメン激戦区なのに、二郎系がラーメン二郎しかなかった。あーなるほど、一個もなかったの長い間、まあ、だからこそめっちゃ並んでますしね。あ、まあまあまあね、それが目黒よりも駅から近くて、はい、で、メニューもまあ豊富、でこのゴンの助坂ってところの途中にあるんで、雨今日みたいにすっげー降ったの、今日はいっぱい降りました。今日は降ったね。だからその並びとかもまだまだ、知られてないんで、穴場だと思う。なるほどね、はい、メインショップさん。だから本当に勝っていかなきゃいけないわけよ、ご飯に。まあまあそういうものですよ、やっぱ商売っていうのはね。だから正気があるもんね。正気ですか賞金獲得ですね、買っていって、はい、はい、というわけで、はい、すっきりした二郎系がいただける麺屋正気さんでございまして、ごっつんです。Thank you.